皆様、おはようございます。今日も、訪問いただきありがとうございます。短い時間ですが、最後までお付き合い、よろしくお願いいたします。思わず人に話したくなる雑学や豆知識をご紹介。話のつかみにどうぞ。おはようございます。日常、使っている言葉の由来、語源。何が展字でそうなったのか。なぜそうなったのか。 知りたくなった一つのことを調べていくうちに、知りたいことが無限に増えていく毎日です。それでは、今日もよろしくお願いいたします。検討外れ。推測を誤る。判断を誤る。方向を誤るという意味で使われる言葉ですね。検討外れないけ、検討外れな方向などと言いますね。検討違いとも言います。この、検討という言葉、皆様、ご存知でしょうか 剣道という言葉は、江戸時代、浮世絵で使われていた言葉なんです。浮世絵は、絵師、掘り師、すり師が、協力して完成させていました。絵師が絵を描き、掘り師が板に掘る、そして、すり師が紙に吸って完成です。そして、掘り師が絵を板に掘る際、絵がずれないように、板に目印をつけていました。この目印を、剣道といい。目印をつけることを、 剣刀をつけると言っていました。多色の版画には、色ごとに、版木が必要となり、この剣刀がずれると、色がずれてしまいます。これを、検討ずれと呼んでいました。検討外れ、剣刀違いとは、浮世絵の剣刀ずれから来ている言葉なんですね。浮世絵といえば、江戸時代の浮世絵師、葛飾北斎が有名ですね。葛飾北斎といえば、富岳三十六景。 その中でも、赤富士は有名ですね。赤富士という作品、正式は、富岳36級、外風改正と言います。この赤富士ですが、実は、白い富士山だったという話があります。先ほど、検討外れというお話の時にも説明しましたが、浮世絵は、絵師、彫師、釣り師によって完成します。版元と呼ばれる、現代でいう出版社が、 絵師に仕事を依頼し、浮世絵を販売するわけですが、この版元には、絵師に許可なく色を変えれるほどの権力があったそうです。版元が赤い色の方が売れると判断すれば、絵師が白色を指示していても、変えることができたのですね。この赤富士も、最初の200枚は、葛飾北斎の指示通り、白い富士山ですられたが、その後は、赤い富士山に変えられたそうです。 江戸時代初期に活躍した浮世絵師、菱川諸信。浮世絵の始祖と呼ばれていますね。代表作は、皆様もご存知ではないでしょうか。見返り美人ですね。江戸時代中期には、役者絵でおなじみの、東洲祭写楽。そして、江戸時代後期には、風景画で活躍した、歌川広重や葛飾北斎そもそも浮世絵の浮世とは。浮世は、 世の中のあり方を意味する浮世に由来しています。江戸の世を謳歌しようと、浮かれて暮らすことを好んだ人々が、浮世を浮世に変えたのですね。皆様、いかがでしたでしょうか見当外れという言葉の由来は浮世絵から。葛飾北斎の赤富士、もともとは白い富士山であり、他の人により色が変えられた。今日のお話はここまでです。また、 次回も見てくださいね。皆様、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、お願いいたします。また、次回配信もぜひ、お越しくださいませ。